どうも、黒さんです。今日は継続力がない人の3つの原因というテーマで学んでいきます。まず何かを続けることに対してしたい人1万人、始める人100人、続ける人1人という言葉があるんですけど、何か物事を始めたとしてもなかなかそれを続けることって難しかったりしますよね。定期的に運動するとか、毎日読書するとか、夢を叶えるために目標を達成し続けるとかって結構続けていくのって難しかったりするんですよ。ちなみに僕は毎日 YouTube で最低1本は動画発信してるんですけど、今日ぐらいは休みてえなって思う時がぶっちゃけあります。でも実は続かないのはあなたが悪いわけではなくて、続かない原因というものがあるんですよ。これを知ってから行動するしないのとでは継続力が全く違ったものになるので、今回は継続力がない人の3つの原因についてお話ししていくので、ぜひ最後まで見て参考にしてください。継続力がない人の3つの原因の1つ目、本当は続けたいと思っていない。そもそもその続けてることをやめてしまったということは、自分にとっては重要ではなかったということでもあります。これはなぜかというと、それを続けなくても生活できるし、仕事をしてたとしても困らないからです。例えば普段英語を使わないのに、TOEIC で900点取るために英語の勉強を始めてみたとか、別に痩せたいわけじゃないけど、ダイエットに成功した友達が生き生きしてるから、私もなんとなくダイエットを始めてみたとか、こういったことは大体続かない場合が多いです。で、そういった手当たり次第に続けようと思うと、本当に続けたい習慣を選べずに、続ける必要がないものが混ざったりして、時間を無駄にする危険性が出てきます。当然本当にやりたいものではないから、挫折する可能性も高くなって、結果続かないということになります。なのでまずあなたにやってほしいことは、続けられなかった自分に対して、ああ続けられなくてよかった、だって時間やエネルギーを無駄にせずに済んだもんって一回楽観的に考えてみてください。で、そこから本当に自分のやりたいことや自分自身の続けたいことは何かなっていうのを考えることをお勧めします。継続力がない人の3つの原因の2つ目、自分には続けられないと思い込んでいる。これは自分にはできない、続けられないという思い込みがある場合です。よし、英語を勉強して TOEIC 900点取るぞって口では言っても、過去の失敗からどこか無理なんじゃないかっていう諦めの思い込みを持ってる場合は続けることが難しくなってきます。確かに継続すること自体簡単ではありませんが、冒頭でもお伝えしたように、続かないのはあなたが悪いわけではなく、続かない原因というものがあります。それはこの思い込みというものが原因の一つでもあって、私にはどうせできないっていう状態で行動するとできない自分を引き寄せてしまうので、継続力を身につけたいのなら、まずは自分自身に自信を身につけてあげることが重要になります。自信とは小さな成功体験を積み重ねることでちょっとずつ身についていくものなので、今自分ができることからやっていく、長い目で見るとこれが継続力の近道になります。で、これぜひ覚えておいてほしいことなんですけど、人は首が向いてる方向にしか進めません。まっすぐ向いてたら前に進めるし、横ばっかり見てると寄り道してしまいます。で、そういった行きたい方向に意識を向けると必ず結果というものはついてきます。なのでまずは今自分自身ができることを積み重ねていくこと。そうすると自分にはできないっていう思い込みがちょっとずつなくなっていって、少しずつ自信と継続力が身についていくので、続けられないと思い込まずに、今自分自身ができることをコツコツやっていきましょう。継続力がない人の3つの原因のうちの3つ目、行動するときに面倒くさいと感じている。続けることはどこか面倒くさいという感情があったりします。例えば毎日30分ジョギングするぞって決めたけど、ああジョギングスーツに着替えるの面倒くさいなぁと感じたりします。行動は一歩踏み出せば案外後が楽になりますが、最初の一歩目がどうしても面倒くさいと感じる人も多いと思います。じゃあなぜこの面倒くさいと感じてしまうかというと、行動する時のハードルが高くなっているのが主な原因になります。
例えば僕は週3日以上ランニングをしてるんですね。で、ランニングを続けていくと、ああ、今日やりたくねえなーってめんどくさいと感じる時があります。そういう時は僕はハードルを下げるようにしてて、ランニングから散歩のウォーキングに変えるようにしてるんですよ。で、これは外の日光を浴びながら体を動かすという部分は同じなので、ハードルを下げてでも行動を継続していくことが僕は大事だと思います。なので行動するのがめんどくさいと思っている方は、ハードルを下げて楽に続けるやり方に変えていくことをお勧めします。もうやめてしまったら何にもならないので、とにかく楽をしてでも続けるということを実践してください。したい人1万人、始める人100人、続ける人1人。この言葉通り続けた人がやっぱり夢や目標を達成していくので、あの手この手であなたが今信じてることを続けてみてください。以上、継続力がない人の3つの原因は、本当は続けたいと思っていない。自分には続けられないと思い込んでいる。行動するときにめんどくさいと感じている。の3つになります。ぜひ自分自身のやりたいこと、やるべきことを続けるためにも継続力の法則をうまく活用して、毎日自分を信じて頑張っていきましょう。